カナプリの愛と元気と勇気が出るラジオおしゃれストレッチが大好きなヨガインストラクターのカナプリよ <laughs> こんにちは上水行きですそういうのいいですね入れていきましょう毎回本当うん、うん、これはねなんでかつうと、はい、あの野ラジオで、はい、あのカエちゃんと野良子がヨガについて語る回があったええ、うん、なんかタイトルだけ見ました体が痛いみたいなやつですよね まだ聞けてないんですけど、うんうん、タイトルは知らん覚えてないけどはい、はい、私は全部聞いたからでかえちゃんはかえちゃんであの近所のところに大手のヨガスタジオに行っている、うん、で室輿は私のところに来始めてくれた、うん、でそして体の調子いいっすねみたいな話をしてたような気がするよへえー、この、うん、かなっぷりヨガの話してくれてるんですかしししててくれてたよ嬉嬉いい な何がこう印象に残ってるんですか何が印象に残ってるんでカエちゃんは来んのかなと思って。カエ <laughs> ちゃんはなんか近所のおの<あ>行ってんのかなでもオンラインでできるのにさ。カエ、うん、さんはぜひゲストに、ね、来ていただいてヨガの素晴らしさをここでもなんか語ってもら,ったらいたいんじゃないですかえいるだって来てもないのにさ。<laughs> <laughs> 厳しいな。冗談よ冗談よ。カエちゃん可愛いいからね。 お互いヨガ行きましょうよって言って、示し合わせて行ったみたいな感じじゃないけども、なんか、うんうん、私もヨガ始めました、あの、僕もヨガ始めました、やってみてどう思いますみたいな感じの、はいはい、あの、感じだったよ。ね、考察が好きそうなね、人ねえねえかなり言語化できてたみたいなのを、うん、なんか別の方のそのコメントとかで。ああ、なんか好きだな、こういうこと語るの二人はさ、と思って聞いてたよ。<laughs> ちょっと僕も後で聞いてみますかうん。聞いてみて、ほんとでもカラプリヨガのこと言ってくれてたからね。うん,うん。うんうん、あの、ありがたいなと思うし、実際ね、今、室輿が本当に、あの、体を、に、フォーカスするゾーンのか、はい、時間のタイミングが合うのかどうかわかんないけど、本当によく来てくれて、あの、私は嬉しいのよ。週3ぐらいで来てるって言ってましたっけ今ね。うん。そんでさ、あ、思いだ、思い出じゃなくて思い出した。いはい。はい <laughs> えっとね、印象に残ってるところ。はい。あのね、かえちゃんは、あの、なんとなくこう、スッとゾーンに入るみたいな、うん、聞いていることが、こんなに人の話しっかり聞いてるって集中するんだ。で、それが心地いいみたいなこと言ってた気がするんだね。うーんで、もろこしは、僕、ぼーっとして聞いてない時あるんですよねっていう。<laughs> で、私は、あ、私のガイドがひどいのかなと思ったりするわけ。<laughs> そう思うよ。でしょで、他の人はちゃんと聞いてるの。うん、で、私は、あ、この人また聞いてないな、みたいな。うんうん、あの、目撃を3回したの。1回目は、私もなんかこの人の様子をって伺ってたのね。<laughs> はい、で、2回目またちょっとこう、あの、みんな動いてるけど、 もろこしだけやってないって時があって、その時は、なんか違うゾーンに入っちゃった、なんか妄想入っちゃったなっていう時があって、マンツーマンの時もあるし、2>, はい、2人、3人っていう時もあるし、うん、いろいろ変化が分かるわけ。うんうん、で、3回目にそれを見つけた時は、うん、あのパトロールが入って、おめえまた聞いてなかったやろって言って言っちゃって。<laughs> <laughs> おめえはまたどんな妄想しとったんじゃって言ってね、うん、多分いろんなことを本当に心地よくこう考えがふわーっててその中にたくさん入れって気持ちいいんだろうなとあその感じもわかりますよ、うんうん、確かに、うんうん、そんな感じなのだけどちょっと止めてやろうと思ってせ <laughs> <laughs> っかく私の時間はさ 1>,、うん、1時間しかないからね、うん、だからその時間はやっぱり 心地よく体動かして、体動かしてよかったって思ってもらいたいからさ、うんうん、おめえのその妄想はさ、あの、終わってから勝手にやってくれよみたいに思うじゃね <laughs> こっちはさ。<laughs> まあまあまあそうですね。そ <laughs> う <laughs> だけど、あの、言ってたのはね、あの、はい、ほんと他のこと考えなくてもよくってうん、うんで、自分のその考えに没頭できて心地いいんだって言ってたからさ、でもヨガって本当にね、正解が全くなくてさ、はい、その、なんていうの ととのうように運んでいく思考や動きだったりもするからさ、うんうん、まあなんだっていいけどさ、って言って、はい、あの、過ごしてるっていう。思、うん、い切ってなくて本当妄想ばっかしやがってみたいなさ。でも本当面白いの。すごくそれがさ、うん、あ、なんか、あ、妄想入っちゃったまたこの人みたいなさ、<laughs> のが見えるの。へ <laughs> えー、そうなんだ。意外とちゃんと画面見てね。 はい、ここ目線ここでやってこうしてやってよなんとか言うとあ無駄な動きがなくて気持ちいいみたいな風に一応ね見てんだよねこっちも。でムロコシの実って本当にあのあらら,らまたなんかこう動き止めちゃってさもうどこにも動かないじゃないと思ってさ <laughs> 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 っていう感じの時もあって面白いなっていう感じ。うんうんね、だからね カノプリのヨガの話もしてくれて嬉しいな。ヨガやっぱりやってみんなやってねあの、スッキリするとかどんな感じかなって試すのいいと思いますんでね、皆さんどうぞ試してね。いや、そうそう、ちょうどね、うんあの、9月もまた体験レッスンありますんで、うん、9月26日火曜日の夜9時からね、やりますね、概要欄の方に申し込み。 欄ありますし、えっと、今話してたノラジオの話も概要欄貼ってますんで、よかったらその話とか聞いて、よかったらこんな感じなんだなとか、まあ、体験無料でできますので、体験してみてこんな感じなんだなっていうのは、ぜひやってもらいたいですね。 えだとしたらさ、生徒さんのこんな悪い感じのところばっかり言っちゃって大丈夫だった悪くないよね、別に。大丈夫よねいろんな方の方は言えないけど、まあ室さんだからいいんじゃないですか。<laughs> いいよね。多分室越だからいいよね、たぶんね。あの、い、いおしいムね。愛おしいね。そう,そう,うん、うん、いいよね。妄想入っちゃうからね。うん。はい。というわけでね、うん。本題はあれですよ。ああ、あったよね。失敗が今日テーマですよ。失敗から学んだこと、うん、っていうのがテーマで。失 失敗はあるよね。まあ、たくさんありますね。失敗から学んでるかどうかは分からんよね。うん、なるほど。どうでしょうね。失敗から学ばないタイプ分からんよ。<laughs> それは、その、同じ失敗を繰り返している私とかさ、よくあるじゃん。あ,ね、ありますね。うんうんうん、同じような感じだけれどもさ。でもさ、失敗から、失敗を繰り返す っていうのは行動の話だけどさ、うん、失敗した時に気づいたこととかはやっぱあるわけじゃん、うん、あこうこうこうしたらこんな気持ちになるなとかこういう気持ちにさせてしまうなとかさそういう気づきもない,ないんかなあるけどさそんなもう重くなるよいいあ <laughs> 重たい失敗からそんなへ出てくる <laughs> うレベル <laughs> じゃあでもほ、ねうん本当にね失敗のこと話しましょうって言ったら失敗のこと、うん、やっぱりさた多分誰だってレベル、うん それぞれのレベル10はあると思うね、それで。まあまあそうだね。みんな、ね、で。ちょっとこの番組で10出ちゃうと、ちょっとなんかもう番組の趣旨からずれそうなんで。元気、元気<度>かもしれんもんね。1 <laughs> とかがいいですね。<laughs> あ、本当じゃもう、もう本当に。 レベル10のことを考えたら、あ<る>まあ本当にね、あの、もう謙虚にただ生きていかなきゃいかなければ、とやっぱ思うわけ。そんでもそんなんだったら、本当にもうじっとね、あの自分のもう、ただ本当にすべて受け入れるだけで、床、うん、磨きだけしてりゃいいみたいなね、うん、そんな人生をずっと送りたい自分にもなっちゃう、そのレベル10のことがふわってきたらね。なるほどね。うん、だけど、 レベル1のやつだったらねレベル1は結構あるでしょ、うん、そんなこと言ったら。いやちょっと例題くださいよどれぐらいがレベル1例題がさ <laughs> あの <laughs> <laughs> えー、もう本当に例えばちょっと車がぶつかっちゃったとかさうん、うん、ちょっと車ぶつかったらそれ1なんだ結構ゃない僕の中でさ4ぐらいなんだけどあそうだね、うん、そうだね1なんだ。先生分かる。だからそれが、うん、もし相手がいるやつだったらレベル4。 から十まで行くけど、自分が、こう、例えば、遠赤とかさ。ああ、はいはいはいあ。そういうとこだったら、レベル1じゃないなるほど。あんま気にしないんだ。嫌、ま、だよ。で、怒られちゃうじゃん。いた、うん、それはね。うんうん、もう、だ、私のパートナーはさ、やっぱりそういうものを大事にするタイプだからさ。あ、でもそしたら、やっぱりレベル3にも行っちゃうね。なっちゃうね。どうだろう。え、失敗なんてね、いくらでもあるよ。うん、あの、スケジュール、 管理が全然できないことね。ああ、なんか予定を間違ったのかうん。時差のこと計算しながらだと、全然うまくいかないとかね。うんうんうん。っていう時はよくある。え、でもその失敗をなんだって乗り越えるまあ学ぶ、失敗から学ぶとか失敗。まあ失敗にどう向き合うかも、ぜひ聞きたいですね。どう向き合うか。スケジュールをじゃあなんか間違っちゃった。そことどう向き合うか。平誤りだよ。みんなに平誤り。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。 でもまたやっちゃうからさなんとなく向こうも,、はい、もうこいつこんなやつだなって,って思っちゃったりするからさいいよみたいな許してくれることも増えたりするでしょだから相手側が失敗から学んでる可能性ありますよねそっちもあるでしょだから見ようみたいなさ、うん、間違いやすいから前の日にリマインドしようとかさその失敗から学んで、うん、次は前日に明日の何時ですよって言うとかさなんか人がいるやつは必ずしも自分だけじゃないんじゃない うん、昔はね、うんあの、中学校か高校時の体育館で体操座りでもみんな全校生徒がいる中で、うん、おならがぶーって出ちゃった時とか、もう本当にもう嫌だったな。それレベル、なんですかレベル <laughs> あの当時はレベル5だよね。だからレベルさ今 <laughs> となってばさ、<laughs> どうでもいいじゃんね。だから、うんち。ちょっると、レベル設定が全然分かんない。<laughs> <laughs> やっぱり話して笑い話に変えれちゃうと平気だよね、うんえ。当時キャラ的には今と同じようなキャラだったんですかとみんなは思っているはずだけどね。そりゃそうよ。じゃどうしてノウェミスは失敗,失敗しなさそうだね。いや,いや、失敗しますよ。全然するけど、やっぱりめちゃくちゃ原因分析しますよ。うん、なんでそうなったか。で、分析して、はい、落ち込む。 んじゃダメじゃない。でも落ち込んだ姿勢も見せたい時もあるじゃない。反省はね、やっぱ、うん、その、相手があるやつとかだとね、お伝えしますけど、なんかそれで、うん、まあ凹みもしますけど、人がいるやつだったら。うん、でも引きずらないですね。うん、それって、天才だね。引きずってもしょうがないんで。そりゃそうよ。そんなこと分かっ,ってるけど、<laughs> 引きずっちゃうんだわっていう人がいくらでもいると思うよ。そうですね。はい、うん。そう、引きずっちゃうがね、みたいなさ。 でも,もうその失敗したシーンはさもう終わったからさもう次失敗しないようにするしかできないから全然そりゃそうよそうだけどさっきも言った通りレベル10の失敗のことを考えたら急になんかもう,もう落ち込んじゃっても私ここにいていいのかしらとかもう,もう目を閉じてもう何も見,見ませんみたいなぐらいになっちゃうような失敗もあるよなとか あの時あんななあ、あの本当に未熟な自分だったなあっていうのはあるよね。なるほどね。うん、でもさ、その時ベストを尽くしたわけじゃん。そう、みんな言うけどさ。うん、で、それ、私だってそういう話を聞いたら、その時はあなたのベストだったのよって言うよ。私だって言うけどさ。<laughs> けど本人はさ。<laughs> うんうん もう、それはそれで前向いていかなきゃしょうがないって切り替えるしかないんだけど、やっぱりちょっと、引きずったりしたりとかするわよね。うん、でも、頑張るの、その繰り返しだと思う。スッキリからは、すっきりからはあるのかな、みんな。わかんない。僕はちょっとずれてると思うから。すっきりからなのもう本当に。スッキからというか、もう次失敗しないことというか、その同じことを、うん、で失敗しないことが最大の、 できることだから、うん、別に過去どうだったとかもはどうううでもいいといとかもうしょうがないんでまあ本んにもうそのことがあるけどやっぱり次にやっぱり自分がんとなくこうしていきたいああしていきたい生き,てこう生きていくのにこうやっていきたいっていうさ希望みたいなのも同時に出てきたりするからさうん、うん、その希望の方が先にあのそれと照らし合わせてよし終わったことだからもうもうあの次進もうってする のがあれかな。本当にカラッとスッキリは、そんなにできないやつもあるよ。レベル10で言ったら。うん,うん、そうね。うん。でもその、向かう先の方が先もあるから、そっちフォーカスさせていただきます。はい、では、失礼って感じの時あるね。自分の感情に。やっぱりみんな、どうやって生きていくかって、実はし、体が知ってると思うんだよね。うん,う,んうん、うん、うん。 だからそっちの方に、あの、いきますねって感じかね。失敗、もういいよ失敗、失敗しかないと思えばさ。<laughs> 失敗しかないと思えばいいからね。あ、でもそれはそうかもしれない。僕も結構その感じかも。失敗するだろうと思ってるみたいなところかな。ね<ー>で、その失敗の仕方が致命的か致命的でないかがあるだけで、失敗はするよねって思ってるかもしれない。 失敗って嫌な言葉やね。そうね違う言葉にしてほしいね。いや、それはそうかもしれない。んね、なんかすごいネガティブなさ、うん、イメージがあるけど、うん、そうしたらそうなっちゃうんだなということが分かるみたいなことだから、うん、必ずしもね、ネガティブなことでもないというか。で、本当に失敗だ、失敗だ、失敗だと思ってもがいてたら、実はそれが良かった。後で、良かったってこともあるからね。失敗 だとなんか本当にドシンと突き落とされたような感じがしちゃうけどさ。うん。次に希望がありますよっていう言葉もなんか意味を含んだ言葉に変えてほしいね。そうだね。ね、引きずらないでいきましょうよね。まあ人に話す、人に話して笑いに変えれるのが一番そ,いいそう、ね、私たぶそれで、あの、やってたと思う。なるほどね。うんうんしょ。消化しきれないときは人に話してす,、うん、すっきりするというか、なんかある種、 大丈夫なんだなって、こういうことを認識するみたいなのがあるんだ。慰めてもらったり、本当に、もう本当に反省しろよって言ってもらったり、<laughs> 何かしらの反応が来てね、本当それをありがとうと思えるかどうかだなって思う。本当感謝してます。そこそこ話す場所があることがまず素晴らしいよね。うん、そうだね、うん。うん。いや、本当に。いや何みんな大丈夫よ。ね。

この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。カナプリさんに相談したいこと、やってほしいことなど、何でも大歓迎です。お便りは番組概要欄をご覧いただき、ホームからご応募いただくか、または「ハッシュタグカナプリ地球ヨガ」でツイートお願いいたします。カナプリ地球ヨガのメンバーも随時募集中です。ご興味のある方は番組概要欄をご覧ください。 それではまた次回お会いしましょう。